じゃあ、すみません、研究へ。はい、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめまして。マジシャン山の貧乏チャンネル。始めさせていただきます。よろしくお願いします。自分で歌っていただきます。すみません、今日急にねゲストになってもらって。本当急です。今決まりました。ね、今さっきのエレベーター良かったですか？はい、すごかったです。じゃあね、本当にもうエレベーター一番得意ですからね。じゃあ一応マイクをですね。ごめんなさい。いいですか？つけてもらってありがとうございます。とりあえず陰謀ちょっと今日どんな話をするかっていうのだけちょっと言うと、陰謀信じてます？信じてないですか？信じてるか陰謀って言われてるものだっていっぱいあるじゃないですか。あんまり信じてない方。そうですね。そっか嬉しい。俺一人今日ねこれをね信じさせよう。じゃあこれどうしようかな。一番今僕が気になってるのはやっぱ新型のコロナウイルスなんですよ。でコロナウイルスのことで毎日のようにね更新されてくんでねこの情報がねあれなんですけど、ウイルスってなんで怖いかわかります？なぜ怖いか。怖いじゃないですか。ウイルスってなぜみんな恐怖するか。死んじゃうから。そうですよね。死んじゃうからっていうそうなんですけど、要は薬がないんですよ今って言われてるんですよ世の中的にはね。だけど本当は薬あったんですよ。富士フイルムグループの傘下の薬なんです。これなんですけどね。富士フイルム傘下の富山化学工業が開発したこの薬なんですけどね。アビガン。これです。アビガン。これが、もう特効薬です。で、これも開発されてて、200万人分もあるそうです。ただ、こっから陰謀なんですけどね。それを出したくないというか、本物の薬とかを止めちゃう勢力があるんですよ。だからおかしいじゃないですか、普通。で、本当ならどんどん出せばいいんですよ。で、なんだけど、なんていうかな、あれ知ってます？忘れした。ビル・ゲイツなんかがよく言ってるアジェンダ21って言ってるんでしたっけ？石板なんでしたっけ？ジョージアヘッジストーンでしたっけ？ありましたね。ジョージアヘッジストーンって知りません？興味ないですね。興味ないですね。今70億人ぐらい人口がいるんですけど、ビル・ゲイツはよく言ってます。適正は10億から5億だって言うんですよ。だから65億ぐらい減らさなくちゃいけないねってもうずっと前から言ってて、石板に書いてあるんですよ、ジョージアのヘッジストーンっていうところに書いてあるんです。で残る人はいいですよね、5億に。だけどその自然環境とを守りながら人口を5億から10億の間にしなくちゃいけないっていうことなんですよ。だから65億なんとか殺そうっていう話なんですよ。そういう話をもう本当にしちゃってるんですよね。公で出てます。インターネット調べればすぐビル・ゲイツが喋ってるシーンが出てきます。で多分我々はその減らされる側なんですよ。だから声を上げた方がいいよって話です。で大体今インターネットっていうかね、これが皆さん持ってるんでだんだん世の中に出てくるようになったんですけど、テレビを支配してるんでお金持ちってスポンサーがお金を出すから、そのスポンサー料でテレビって運営されてるじゃないですか。八重洲テレビはそういうことがないから自由に喋れる素晴らしい環境なんですけど、普通のテレビっていうのはやっぱりお金を出している人がやめてって言ったらもうその話ってできないじゃないですか。だから結局、そのコマーシャルとか料を払ってくれる人のためのものなんですよね。だからそれも NHK ももちろんそうですし、全てのマスコミはお金持ちのためにあるっていうことがまずあるんですよ。でその今言ったアビガンっていう薬も本当なら、例えばおぼかたさんじゃなくてなんだっけ、なんとかワクチンはワクチンじゃないな、なんだっけスタップ細胞とかねとかああいうのも本当はあるのに潰されるわけなんですよ。だから本当に世の中にいいものっていうのは結構潰されるんですよね。でこのだからアビガンが潰されないように頑張ってもらいたいんですけど、だからみんなでこのアビガンの存在をちょっとつぶやいてもらいたいなと僕は思ってるんですよね。だからこの富士フイルムのインターネットにも堂々と書いてあるんです。富山化学工業って言って、でこいつのすごいところが普通のこの、やつはなんとかな、こう増殖するのを止めちゃうんですよ完全に。そういう薬なんですよ。だからエボラにも効くし、ほとんど、まあ、今新型のインフルエンザもそうだけど、ほとんどのこういうワクチン系の薬は万能なんですよ。それが日本のメーカーがもう開発成功してます。ただ政府がそれを止めちゃってるんですよ。なんと厚労省ですかね、厚労省がこれを止めてます。で日本の政府がそんなことするわけないじゃんって話があるじゃないですか、あるじゃないですか。だけど日本の政府っていうのはこれ、まあこのもう毎回言ってるんですけど、日米合同委員会っていう政府の上に政府があるんですよ。でその通りにやってる茶番劇なんですよ国会っていうのは。それはもうインターネットでちゃんとすぐ調べられるし、まあそのまた上がいるんですけどね、お金を持ってる人たちっていうか、まあディープステートって言われているような人たちがいましてね、世の中をコントロールしようという人がいて、でしかもその人たちの思想っていうのはやっぱり5億ぐらいにしたいんですよね、地球人類をね。その一環なんだと思うんですよ。でフランスが作った武漢っていうところスタートで、この今のコロナウイルスって今問題になってるんですけど、武漢に2か所、細菌兵器を作る、工場があるんですよね。工場っていうか施設があるんですよ。でそれの1個から、まあ、要するにバイオハザードしたわけですよ。漏れたんですよ。で今武漢ではテレビで言ってるのの多分10倍から20倍の被害になってるんじゃないかっていう話ですね。まあ今1万何千人とか言ってますけど、本当はそんなもんじゃないらしいですね。らしいです。バイオハザードって映画あったじゃないですか。あれと同じことが起こっちゃったんですよ。細菌を作ろうとしてて出ちゃったみたいな話。もしくは、細菌テロだった可能性もある。意図的なかもしれないです。でしかも最悪のタイミング、春節っていう、中国人って世界の中で一番多い人口じゃないですか。その人たちが世界中に動き回る春節を狙ってやったんですよ。完全に狙ってますよね、タイミング的に。その10日間で日本に20万人来てます。で怖いの、何が怖いかって、やっぱり潜伏期間が10日から2週間ぐらいあるんですよ。でその間エボラとかはすぐ体調が悪くなるんですよ。だからあいつから移されたって分かるらしいんですよ。例えば青木さんがそこにいて、ものすごい咳して苦しそうでいて、で僕焼津テレビ行った帰りになんか調子悪くなったって絶対青木さんだと思って保健所に言えるじゃないですか。青木さんめちゃ怪しいっすよって。そしたら青木さんのとこを木で検査したらこう感染経路がどんどん分かっちゃうんですよ。だけどこの前の奈良の、バスガイドとバスのガイドさん、あの人たちは武漢から来た人たちをどのぐらい前かなに、乗せたなんですよ。武漢に行ったこともないのにその人たちが、だからその中にもういたんですよね、バスの中にね、いたってことなんですよ。だけど2週間の間どれだけの人と接触してるかっていう話なんですよ。だからものすごいそういう意味では今2週間の間で移っちゃった人がものすごいいたら、もうなんていうかな、そういう広がりが出たら爆発的に増える可能性があるんですよ。もう治っちゃったよ。そうですね、多分治っちゃったまあそういう楽観的ならいいんですけどね。でもそれプラスあと薬がないっていう恐怖なんですよね。だけどこの、それこそ富士フイルムさんが頑張ってですね、作ったんだけど結局日本政府の中で、それを止めとく。だから政府でないとそれを扱えないような状態を作っちゃってるみたいなんですよ、そうなんですね。それがまあ陰謀っていう陰謀だし、だって普通に考えたらどんどん出してほしいじゃないですか。中国人しか死んでないから中国人だけじゃないですか。そのあれもあるんですよね。結局その前の DNA 今そうですよね。今中国人しか死んでない。そうなんですよ、中国人しか死んでないんですよ。まあそうなんですよね。だからそこら辺も面白い。だから人種で例えば黒人にしか死ななかったのとかあるじゃないですか。ありますもんね。だからそういう DNA を狙ってるのかもしれないんですけどね。ただこのワクチンの問題ってもう本当にもう毎回言ってるんですけど、ワクチンが僕大嫌いなんであれなんですけど、子宮頸がんワクチンもそうだし、赤ちゃんに打つなんかもう何十種類も打つじゃないですか。あれ3段階になってて殺すってもう言ってます、発表してます。だから最初にまず赤ちゃんの時に種を植えるらしいんですよ。それで今回みたいなコロナみたいなやつで法律を作っちゃうんですよ。全員打ちなさいっていう。でそれ打つとなんか起動するらしいんですよ。その3つがどれかちょっともう女の人しか打ってないですもんね、子宮頸がんワクチンはね。だからちょっとその辺が男性どうなるのか分かんないんですけど、とにかくその3段階で打つと全く原因不明の死因でもうバタバタと死んでいくっていう話があるんですよ。怖いっすよね。ただまあその話がそういう話すると大体こうやって暗くなっちゃうんでとりあえずマジックやりましょうか。今とりあえず10分間、そうなんですよ。すいませんね。とりあえずでもいやこれ後にしよう。ちょっと一回ですね。信号機の色ってわかります？青と黄色、赤。お、素晴らしい。でこれ3択なんでまあ簡単じゃ簡単なんですけど、色のイメージってカラーなんとかやってましたけど、やってないでしたっけ？カラーはやってましたっけ？やってますもんね。色にイメージって全部ついてるじゃないですかね。で単純に言うと青がなんか正義の味方っぽくないですか？いいもんみたいな。青って空も青だし、水っていうか海も青だし、空気もなんか青っぽいっていうか、白なグクで、黄色ってどんなイメージなんですかね。なんかあります？そのカラー的には黄色のイメージ、暖かいとかですかね。あ、そういう感じですよね。赤は情熱的とかそんな感じになるんですかね。だから普通にこう単純に選ぶと赤選ぶより青を選ぶ人の方が多いのかななんて。そうでもないんですかね。それは全然ないですか？統計的には全く分かんないですか？そのバラバラですか？あ、そうか、その日の気分でね。なるほど、分かりました。で実はこれこういうね信号機なんですよ。見えます？これ信号機で今日の気分でいいんですよ。これ情熱とかなんか青とか暖かいとかね言いましたけど、今日の気分で1個選んでもらいたいんですよ。どうしましょう？言っていいんですか？言っちゃっていいです。言っちゃっていい。黄色。素晴らしいです。素晴らしい。なぜかというと、これ。嘘でしょ。これね。今まで100人ぐらいの人にやったんですけど、みんな黄色を選んじゃうんですよ。選んだでしょ。この話をすると中間的な色になっちゃうんですよね、やっぱ。大悟君なんかもそうじゃないですか。こういう洗脳されてます。心理誘導みたいなね、いう世界なんですけどね。いやー、一個うまくいった。すみません。素直に引っかかっちゃう。いや、やっぱ仲間ですからね、ここにいる限りはね。そうですね。僕の前の番組で、お名前僕知らないですよ。教えても。名前はともです。はい。ともです。ともさん、下の名前聞きましたね。はい。ともです。ともさんでいいんですか。はい。なるほど。わかりました。じゃあともさんのためにもう一回やっていいですか。あ、お願いします。すみません。これまた封筒シリーズなんですけど、これ。封筒シリーズ。で、そうか、これちょっと立たないとあれかな。混ぜたいっすか、混ぜなくてもいいですか、どうします？あ、じゃあちょっとだけ混ぜて。ちょっとだけ混ぜてください。ちょっとじゃないですけど。はい。どうしようかな。この状態の方がやりやすいな。こうなんだね。これこうだと見えないですもんね。こいつで当てるんですよ、実は。カードを？こいつで。だからちょっと近くまで来てもらうとすごく。ですけどね。いいですか。はい、混ぜました。これ皆さんでも見てもらってね。バラバラ全部同じカードってたまに言われる時があるんでね。まあバラバラかどうか。そうですね。バラバラですね。まあまあ。はい。まあバラバラ。普通のトランプです。はい。ちょっともう一回混ぜます。よいしょよいしょ。まあガタガタとこう混ぜますね。ものすごく疑ってますね。よいしょ。じゃあまあこんなふうにずっと広げていくんで、ポーンとタッチしてもらいたいんですよ。ポーンと1個指でポーンとタッチしてください。どれでもいいですよ。これでいいですか。はい、はい、じゃあこれを皆さんで覚えるんですけど、僕上向いてこっちいいですか。見えました。はい、OK、はい、もう一回混ぜてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。よかった。もうでもね、これ使わないんですよ実は。混ぜてもらってるんですけどね。はい、もうこれは混ぜました。まずちょっと確認すると、これバラバラのトランプをよーく混ぜてもらって、マキちゃん何つう顔してるんですか。で、まあ、よく混ぜてもらって、適当にこうやって1枚選んでもらって、そのまま混ぜて箱に入れたという状況です。で、実はこいつがすごいやつなんですよ。これがで見えやすいので、ちょっとこうしますね。これでいいですかね。はい、ああ、なんか変なの出てきた。これ白いトランプなんですよね。1枚2枚、まあこんな感じです。あるんですよ、4枚ね。でまず色を当てるんですよ。色をでどうやって当てるかって、こうやってトランプの上で振ってると、なんとなく色が、裏の色が印刷されるんですよ。さっき白かった。白かったですね。まあちょっと色印刷する、裏が印刷されて、実を言うと表も印刷されてるんですよ。多分これかこれかこれかこれの、まあなんで4枚のうちのどれかなと思うんですよ。これどれかなと思うんですよね。でどうでしょう。中に入ってました。決めたです。入ってました。サイン、僕のサインで当てます。言って意味わかんないですよね。僕のですね、娘がいるんですけど、考えてくれたサインが出てくるんですよ。1枚2枚3枚書いてある。ここにほら、ちょっと確認しておきますね。そう合ってるかどうかな。あ、合ってそうですね。これ今さっき自由に選んだトランプ言ってください。何ですか。ハートの3。ハートの3ですか。ハートの3です。来たら拍手。うそー。よかった。このサインがね、まあそう、うちの娘のみーちゃんが考えてくれたんですけどね。で、ただこれ次やるときまた困るじゃないですか。そういうときはどうするかというと、まあ、1枚のカードをこうやって振ると、なんとなくまた白く戻るんですよ。そうするとこれ1枚2枚3枚4枚。いう形で、これでもう完全に白くなってですね、また次のね、あ、ないですよ。まあそんなね、マジックでした。ありがとうございます。陰謀だね。これ陰謀だね、完全にね。いや。よかった。陰謀中の陰謀って何ですかね。そんなもう絶対これ言われたらもう絶対おかしいっていうのね、なんかないですか。陰謀って言われてるやつで。なんだろう。すっごい証拠がいっぱいあるやつで、すごいみんな知ってるやつはやっぱ僕は 9.11 だと思うんですよ。9.11 なんかこう飛行機がね。なんちゃんビンラディンでしたっけ、ビンラディンさんが、まあ、主犯で、ハイジャックした飛行機をですね、ツインタワーにガンガンと突っ込んで、それで燃えて、で燃えてるなっていう映像を僕ら見てて、まあ、そしたらもう一機が突っ込んできて、でそのしまいにですね、ダーって崩れ落ちた映像を見たことあります。であれが陰謀じゃないっていうか、本当に彼らが普通に飛行機で突っ込んだって思う方がちょっと僕おかしいと思うんですよね、これに関してはね。で陰謀論の中で言うのはもうその当然ですけど、ああいうビルってなんか日本のなんか設計者が作ったらしいんですけど、24時間燃えてても絶対にあんな風に壊れないんですよね。壊れないんですよ。これでタワーリング・インフェルノっていう映画もありましたけど、あれものすごい何週間だかな、もうすごい時間燃えてるんですよ。だけどダーなんて潰れないじゃないですか。おかしいじゃないですかね。それとおかしいのがですね、あれ映像で見るとバーッと何秒だっかな、上からボールをポンって投げて落ちていくとのと同じスピードで崩壊してるんですよ。で説明ではですね、ジェット燃料、まあなんかそんなに高くならない、灯油みたいなものでね、あんまり高くならないみたいなんだけど、その鉄骨を溶かして内側が崩壊したんで、上の重みでドン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 ってなったっていう話になってるんですよ。だとしたらですね、ものすごい高いビルの一番下にものすごい残骸が残ってない人はおかしいじゃないですか。全部粉々になってるんですよ。肉片もほとんどないくらいで、しかも何ていうか6秒か7秒ぐらいで崩れ落ちてるんですよね。でまあ当然なんですけど、あれはもうビルの解体の技術で1階ごとの柱をもう計算され尽くされた、爆破タイミングでバババババってなったからダーってなって、しかもなんか原爆だか水爆だか分かんないですけど、そういうすごい爆弾をまあ1500人でしたっけね、人間がいた状態でやったんですよ。それで人間の肉片は全部水蒸気化したらしいです、うん、そうらしいです。だから肉片とかがなかなか見つからないらしいんですよ。完全計画通りだから、要するにアメリカ政府がやらなかったら不可能なんですよね。でアメリカ人の人たちはみんなそう言ってますよね。で日本人はテレビでやってることを 100% 信じてるんで、でこの話をするともう気違いじゃないかみたいな、バカじゃないのって、そんなことあるわけないって言われるんですけど、でもあれをまともに信じてる方がどうだろうなって僕は思うんですよ。どう考えてもだって映像見たらビルの解体の映像じゃないですか、ツインダーバーンバーンで。もう一個面白いのは第7ビルっていうビルがあるんですよ。で第7ビルは、どこの局か分かんないですけど、今ツインタワーが崩壊しましたと。で第7ビル後ろに映ってるんですよ。でツインタワーと第7ビルが今崩壊しましたって言ってるんだけど、後ろにあるんですよちゃんと。だからマスコミはもうちゃんとツインタワー当たりが何月何日何分に崩壊しますよって情報入ってる、知ってるんですよ。でまあ先走っちゃったんですね。でその後にちゃんと崩れてます。で持ち主が全部一緒なんですよ。で保険金でものすごい多額な利益を得てます。そういう話があるんですよね。でだからアメリカ政府っていうかアメリカの上にいる人たちっていうのはそういうことを平気でやれる人たちなんですよね。なのでそれからすると今のコロナウイルスの、パンデミックっていうかね、あれを利用して、各国に、注射というか、ウイルス対抗のための、ワクチンを打とうっていう、打たなくてはいけないって法律を作って。みんなに今にうつすのかなっていう、僕はそれ怖いなと思ってるんですよね、でもそれに対抗する勢力ってもやっぱりあるので、今回の富士フイルムさんみたいにもう本当に素晴らしい薬を作っちゃってる人もいるんですけど、日本政府は頭を押さえられてるんでそれ使おうとしないんですよね。でもその声が大きくなってネット上なんかで。例えばツイッターなんかでもバンバン、アビガンちょっと自分で言っといて忘れますけど、アビガンだっけ、アビガン200、ぜひアビガン200をちょっとみんなに言ってもらいたいんですけどね。アビガンっていうのがあるよって、昔丸山ワクチンとかもがんに効くとかね、だけどなんか潰されたじゃないですか。でがんって抗がん剤を打たずに熱治療42度、その漢方42度になんとか持っていければもう全部治るみたいですね。だから抗がん剤治療によって殺されてるっていうとね、まあお医者さんに申し訳ない気もするんですけど、まあ、実際問題は内海聡さんでしたっけなんかは本当にちょっと言ってますね。うん、すごくお医者さんいい人いっぱいいるけど習ってること自体が間違ってるから、だって習ってる元はだってアメリカのお医者さんってほとんどユダヤ人です。偽物のアシュケナージユダヤ人です。うん、その人たちがそうですね、タルムードっていう本があるんですけど、世界を、牛耳るためにこうしたらいいっていう戦略の全18巻のものすごい本があるんですけど、その通りにやってるんですよね。うん、だから弁護士とか医者とかそういう大事なところを全部牛耳ってマスコミとかるっていう、それが日本はもろにはまっちゃってるんですよね。うん、でまあ一般人その陰謀論が嫌いなっていうか性善説の人ってですかね。日本人っていい人じゃないですか、みんな。いい人だからそんな人を殺すとかね、そんなことをしてお金儲けとするとか、そんなことするわけがないっていうふうにまあ思いたいですよ、僕も思いたいし、まあそうであってほしいとは思うんですが、まあ、実はそうでもない人もいっぱいいるし、まあ、その考え方でいくとやっぱり 3.11 もまあ人工地震のこれもですね、知らない人に言うと本当に気違い扱いされてバカじゃないのとかよく言われるんですけどね。あれと思ってます 3.11 は普通の地震だと思ってます。思ってます、思ってますよね。でもいろいろ証拠いっぱいあるんですよ。おかしなっていうか例えば、すごい分かりやすいのはレナルド・レーガンっていう空母の人たちが、友達作戦でまあ助けてくれたんですよね、その空母の人たちがね。でその人たちが、福島の台地の近辺のところ付近の人よりも一番何千人も被爆してるんですよ。で東電を訴えてるんですよ。新聞にバンバン書いてるんですよ。このレナルド・レーガンっていうか人たちは何したかっていうと、ちょうど180キロぐらい離れたところでその海水を汲み上げて飲料水にしたり食事を作ったりして、そこに停泊しながら、状況を待ってて助けに行ったんですよ。でその180何キロ離れてるところって何かって言ったら震源地の付近なんですよ。うん、で、その人たちの言い分は、福島第一から出た放射能が風に乗ってそのピンポイントに落ちてきたって言うんですよ。福島第一の周りで死者が出たってあんま聞いたことないですよね。まあ多分いるとは思うんですけどね、いるとは思うんだけどあんまり大げさになってないんだけど、そこの、レナルド・ローガンという船の人たちはものすごいがんがいっぱい 4,000 人ぐらい乗ってて、ものすごい人間がもうがんになってるんですよね。で死んでる人もいっぱいいます。そこが一番ひどくて、震源地であり、まあ、放射能を一番放出しているって言われているところがそんなに害がないっていうか、おかしくないですか。だから普通に考えたらそこの震源地で原爆みたいな、爆弾、原子力爆弾が爆発して、それを、きっかけにして地震が起こったっていうふうに考えるのがまあまあ普通かな。しかも同じ地点で3回爆発してるんだかな、2回だから23回爆発してるんですよ。で同じところで地震ってこう面で動いてベコンってなってガーってくるんだけど、同じところで同じポイントで同じくらいその地震が2回とか3回起こるってことはありえないんですよ。だから気象庁のなんて人だったかなが、今までの私たちの経験でありえない地震だ津波だっていうのを毎回言ってるんですよ。その人出なことしてたんですけどね。うん、であとそうですね、僕が思うのはまあ、これは確かなことではないんだけど、今とりあえずメルトダウンしてるって言われてるじゃないですか。でもメルトダウンって格納容器がからその燃料棒がまあもうだってどんどん下へ潜っちゃってるってことですもんね。でももし本当にそうなってたら今の状況ってありえますかね。もう東京ももっとこっちまで完全に住めない状況になると思うんですよ、もしメルトダウンしてたら。だから僕はまあそんなこと言うとね怒られますけど、メルトダウンしてないと思います。じゃあなんで放射能がいっぱい出たのっていうことになるんですけど、日本の全ての、その原子力をの安全管理をしているのがマグナ BSP っていうイスラエルの会社なんですよ。それもおかしくないですか。で補助モーター、そういうおかしいんじゃないですかね。で爆発して、それで水素爆発がしたんですよ。あの時映像がなんかドーンとなったのありましたね。水素爆発って水素の量がこうちょうど爆発するような量になって、空気との対比が何対1か知らないけど、それで爆発点が来るからボンって爆発して、絶対1回しか爆発しないんですよ、水素爆発って。だから水素爆発、日本の放送は音を消して出します、わざわざ。でもどっかの外国の YouTube のやつは3回ダンダンダンとか、あれが超小型の原子力爆弾だったんですよ。マグナ BSP っていう会社が爆発させてます。なのでそれは放射能出ますよ、原子力爆弾爆発してる。だからそれはなんだけど、メルトダウン僕はしてないと思うんですね。メルトダウンしたらだってもうだってずっと出ちゃうじゃないですか、放射能。出っ放しになる状況なんだから。出っ放しにもなってないじゃないですか。だって前より全然減ってるし、どん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 放射能的には減ってるんですよね今ね。だからそういう意味では僕はメルトダウンはしてないと思うんですけど、これ20時32分ってめっちゃ過ぎちゃってるじゃないですか。びっくりした。これ20ってなんで20分が全然過ぎてないのすみません。ということで熱くなりすぎて時間を抑えました。本当に申し訳ないです。今日はゲストで、僕の話聞いてくれたともさんです。本当にありがとうございました。以上で終わりです。ありがとうございました。すみません、この時計がね、もう時計の見方忘れてた。そう、頭の中ずっと20分だと思ってた。この番組は1時間なんだって思って見てました。すいませんでした。